はい、どうも、こんにちは。フライトグラフです。今日は先日 YouTube にアップした動画の、チュートリアルをご紹介しようと思います。で、先日アップしたのがこちらですね。上からロゴが降ってきて、で、最終的に一つの文字になるというようなものを作ってアップしました。で、これの、チュートリアルを一通りご紹介しようと思います。すべてアフターエフェクトとシネマ 4D で作られていまして、で、アフターエフェクトで動画のトラッキングをして、でシネマ 4D にそれをインポートするっていうような、動画になっています。まず、作業前に用意していただきたいのが、ですね、まず動画を撮ってきてください。どこでもいいです。近所の、動画でもいいの で、それとあと用意してほしいのが、まずその動画をスクリーンショットでキャプチャーしたものと、あとは JPN のロゴがトレースできるようなものをネットからダウンロードしててもいいので用意してください。で、これで作業を進めていきます。一番最初にやるのは After Effects で動画をトラッキングするっていうような作業になりますので、なので、順々に順を追って作業していきます。じゃあまずアフターエフェクトにですね、すいません、撮った動画を、プロジェクトの部分にドラッグしてもらって、でこれをダブルクリックしてください。でそうすると、あ、失礼しました、コンポジションのところに入れて、でそうすると動画がアフターエフェクトの中に入りますので、で、これを次トラッキングしていきます。プラグインを使います。マルチカメラトラッカーというものを使います。で、これを効率の中にドラッグします。で、そうするとカメラトラッカー起動しまして、で、これの動画自体は全部で、17秒あるんですが、今回は10秒ぐらいにしたいので、まずコンポジションの設定から、コンポジションを10秒にしてください。で、これで OK です。で、そうすると、10秒になったのがわかると思います。はい、じゃこれをトラッキングしていきます。ここからちょっとしばらく時間かかりますので、飛ばす方は飛ばしてください。まず、このトラッキング、の一番最初のこのボタンを押します。ここですね。そうするとトラッキングが始まりますので、イエスです。
はい、では、トラッキングが終わりましたので、次に進みたいと思います。あとは順々にボタンを押してあげるだけなんですけれど、こちらと、あともう一つ次のボタンですね。ロードが終わったら押します。で、このカメラトラッカー自体は、CS6 にはもうデフォルトで入ってるみたいなので、なんで僕は CS5 を使ってるので、このプラグインが必要だったんですけれど、CS6 を買われた方は特にこれの購入の必要はありません。ちょっと高いので、CS6 を買った方が、まあ、今から始めるって方は CS6 を買った方がお得かなと思います。はい、これでクリエイトシーンで、カメラのシーンがクリエイトできました。で、これを、シネマ 4D に書き出してしまいます。書き出しで、シネマ 4D エクスポーターで書き出します。で、ここはフライトグラフの中に、シネマ 4D の、チュートリアル3というところに保存していきます。で、このカメラトラッキングしたデータ自体も必要になるので、別名で保存で、同じくこれの、トラック。で、保存してしまいます。はい。で、Cinema4D Exporter が、急にこのファイルの書き出しのここの部分に急にあるなと。で、思っている方もいると思うんですけれど、これは Cinema4D の中の書き出しの部分にあるプラグインを After Effects の中に入れるような形になりますので、それを説明はすると、まず、アプリケーションの Max、中にあります。シネマ 4D R13 の、これのですね、プラグインの中にありますの、シネマ 4D の、違うな、ライブラリーの、エクスチェンジプラグインですかね。これの After Effects になるエクスポーターですね。この中の OS10 の中にある CS5、CS5.5 っていうような、ここにプラグインがありますので、これを After Effects の中の、After Effects の中の、プラグインの中に、ドラッグ&ドロップしてしまってください。そうすると、ものが出来上がるようになりますので、問題ありません。はい。で、これでトラックデータができました。で、この後はアフターエフェクトしばらく使わないので、ここで、アフターエフェクト一旦終了しちゃいます。で、次にこの JPN のロゴをイラストレーターで、トレースしていこうと思います。で、イラストレーターの部分に、JPN のこの素材の部分をドラッグしていきますので、これを取ってきた素材をそのままアフターエフェクトにドラッグしてください。で、僕は今、アフターエフェクトも CS5 を使っています。あ、じゃあ、イラストレーターも CS5 を使っています。で、ある程度の大きさがあるものの方が作業がしやすいです。で、レイヤー作ってトレースしていきます。で、ベジュ曲線っていうのが、ベジュ曲線がちょっと最初慣れない方は結構まあ慣れなかったりするんですけれど、使い慣れていくと結構使いやすいので、で、大体このチュートリアルにご覧になっている方は、大体の方がイラストレーター、フォトショップ使える方だと思いますので、多分こういうのは苦なく簡単にできるかなと思ってます。
CS5 になってからアンカーポイントがすごく使いづらくなりましたよね。で、ちょっと結構後から修正しなきゃいけない部分っていうのが結構出てきたりして、ちょっとめんどくさいですね。まあ、こういうのは後で細かいところは修正できるので、なのでまあちょっと適当にいいですけど、まあそんなシビアにならないで引っ張っちゃって、その後で修正していくようなスタイルの方がいいかもしれないです。まあ若干違ってもあんま気にしないで、こんなもんですかね。で N はもう直線なんで、そのまま引いてしまえばっていう感じですね。できるだけ、隣にある平行な部分、まあ、こういうところは平行な部分なので、そういうところを意識しながら線を引いていった方がいいと思います。はい、これでおよそできました。一旦、画像を消して確認してみると、まあ、それなりにぼちぼちいい感じですかね。ちょっとこの線が曲がってるような感じですけど、まあ、これでいいとします。はい。で、画像消しを捨てちゃいます。はい。で、ここからこれを書き出します。ファイルの別名で保存にしてください。で、ここからですね、素材の中に入れていくんですが、JPN じゃなくて、テュートリアルさんのここの中に、新しくデータを作ります。ロゴ、JPN というやつ。JON になってましたね。失礼しました。JPN ですね。これはロゴデータなんで、ロゴというものを作ります。で、イラストレーターの AI で保存します。で、CS5 で保存すると、Cinema4D で読み込めないので、必ずイラストレーター Core8 にして保存してください。で、これで OK をします。はい。で、ここから、もうイラストレーター使わないので、イラストレーターを終了してしまってください。で、ここからの作業は、Cinema4D に移ります。で、ここにですね、では早速、この作った、AE のデータで作っていたものの、書き出したデータ、ロゴの JO になってですね、これちょっと全部修正します。失礼しました。JP ですね。これも O になってるんで、今ちょっと修正していっちゃいます。P ですね。で、作って書き出したこのデータをドラッグ&ドロップしてしまってください。で、もう一つ、ファイルのオブジェクトをマージするというのを選んでいただいて、で、このデータ、先ほど AE で作った、イラストレーターで作った8のデータを、開いて呼び込みます。そのまま OK を押してください。はい、では、ここ、中、階層を開けてもらって、まずカメラの、ここですね、をクリックしてもらうと、カメラから外れますので、先ほど見ていたデータはこのカメラの視点、こちら側に見えてくる中から見えてくる、情報のデータになりますので、で外側から見て動かしてみると、カメラでトラッキングしたように、ちゃんと映像に追随するようなカメラデータを得られます。こういう形ですね。実際に自分が
カメラ動画を動画を撮った時のカメラの動きに追随して、でそれを読み込んでくれたのがさっきのカメラトラッカーですね。でそれを、書き出して、イラストレーターに、シネマ4D にインポートするとこんな形のデータが得られます。ではここから実際の作業に移っていきます。では、今この状態だと JPN が見えなくなっているので、程よく JPN を見える位置にちょっと移動させてもらいます。まあこんなもんですかね。もうちょっと近づいてた方がいいですね。で実際の動きを見ながらできるだけ文字が中央に来るように調整しましょう。このぐらいがいいと思います。で今全体を見ると、カメラ外してみるとちょっとかなり座標から下にありますので、全体を上に上げたいと思います。この形ですかね。はい、もう一度カメラ見てみます。まあ大体まあこんなもんでぶちぶちいいかなと思います。はい、ではまずロゴに厚みをつけていこうと思います。ロゴが今、バラバラなデータになっているので、まずこれを一体化して、書き出そうと思うんですが、右クリックをしてオブジェクト化というのをまず選びます。そうすると全部が編集できるようなオブジェクトになりますが、あ、もうこれはオブジェクトになっているんだな、失礼しました。編集できるようにするために、今中を開けると全部バラバラの4つのパスになっていると思うんですが、これをまあ簡単に一体化したいので、この中にある一体化というのを選んで、それの中に入れ込んでください。で、この一体化を押したまんま、キーボードキーの C を押します。そうすると、全部が一つのロゴとしてまとまるようになりました。で、これに厚みをつけていきますので、押し出しナーバスを選んでもらいまして、でその中に入れます。はい、で、編集を効率化したいので、このカメラ外しちゃいますね。で、近づけてもらって、今こっちに数字がいろいろと出てると思うんですけど、これショートカットキーを押しているので、ちょっとずっとこういう風に出るような形になっています。3番がカメラをぐるぐる回すショートカットキーで、2番が拡大縮小で、1番が上下左右の動きになります。で、オプションも同じくそういう風な動きに追随しているので、オプションキー1、2、3キーをうまく使ってカメラを動かして作業していきます。はい、では押し出しナンバースのところ、だいたい厚みが100ぐらいですね。で作ります。でこれでちょうどいい感じになりました。でキャップとフィレットを選んでもらいますと、角にフィレットがつくようになります。でここは凸型で丸みをつけたいので凸型にします。で半径はだいたい1ぐらいですね。で分割数3ぐらいでちょうど丸みが出てるぐらいになってると思うので、もう4ぐらいにしますか。で、このぐらいで良しとします。はい。いいですね。で、もう一度カメラで確認しながら動きと合わせてみます。はい。では次にマテリアルを簡単ですがつけていきます。で、この部分、カラーとスペキュラ、それと鏡面反射は全部にチェックを入れてください。で、カラーの部分から編集します。まずこれを緑に使います。で鏡面反射の部分でフレネルを選んでいただきまして、でこれはこのままでいいんですが、この部分反射率と強度の部分をだいたいこんなもんぐらいにしましょう。はい、でこれでマテリアルは OK です。でスペキュラは特にプラスチックこのままで構いませんので、デフォルトの状態でここに打ち込んでいきます。はい、でちょっと簡単に一回レンダリングするとこのような感じの映像になっています。はい、
で、ここに環境を、どんどん入れていきます。まず、アフターエフェクトで使うようなデータにするために、床とあと背景っていうのは特に今回は作らないので、そのままスカイサンプラーというのを利用して最終レンダリングに持っていこうと思っています。なのでこちらの空というのを選んでいただきまして、でクリックして新しいマテリアルを作ってください。でスペキュラー外します。でカラーの中にスクリーンショットで作りましたデータですね、背景としてのデータを入れ込みます。この部分はいいにしてください。で今何のデータを作ったかと言いますと、こちらの中の素材で出したこの動画ですねをキャプチャースクリーンショットでキャプチャーしたデータです。こちらを背景として利用するというように入れ込んでいました、はい、でこのままレンダリングするとこんな形ですねになってます。で今、空の中に何も入っていないので空に入れて、で最後もう一回レンダリングしてみますと環境光をこう反射したようなデータが得られていると思います。ではこの部分にさらに、リアリティを出すためにですね、レンダリングで、グローバルイルミネーションを選んでください。でこの、スカイサンプラーを選びます。でプライマリ強度の部分を120でガンマの部分を 1.5 にしています。でスカイの部分をまず200にします。はい、でこれでもう一度レンダリングしてみます。そうすると少し時間はかかるんですけれども、周りの環境を得たようなちょうどリアルな画像になっていると思います。で、大体これでもう、ほとんど完成になるので、ここら辺の反射だったりとかっていうのをまあ注意してみて、ノイズの入り方とか気になるようであれば、こちらですね、サンプル数をどんどん上げていくとこの中にあります、仮レンダリングした、この辺ですね。ノイズですね。細かいノイズっていうのがどん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 消えていくので、なので、先ほどのところですね、サンプル数を上げていただければノイズがかなりなくなっていくと思います。ですが、このサンプル数を上げれば上げるほどレンダリングの時間が長くなるので、動画であれば300以上になるっていうのはほぼないと思います。で僕はちょっとできるだけ早くしたいのでサンプル数は200で抑えるようにしています。ではこのままレンダリングしていこうと思いますが、その前にアニメーションを作ります。押し出しナーバスの部分で今これは作られているんですが、これが一応後でも編集できるようにしたいのでコマンド CV で新しいものを作ってください。押し出しナーバスのところの名前を JPN ロゴにします。でこれは画面から消えたいのでオプションを押しながら、デフォルトのデータはオプションを押しながらここですねをダブルクリックしてもらうと一旦データが隠せます。でこれから編集するのはこちらの JPN ロゴというところになります。でここでまたオブジェクト化したいのでキーボード C を押してください、はい、でそうするとここはポリゴンのマークになったと思うんですが、これで編集ができるようになります。でこの JPN ロゴっていうのを一気に全て分解したデータにしたいと思ってます。ではこの JPN ロゴを、さらに一体化したいな、まあそれぐらいに、はい、でこれを分解していきます。まあ丸みのキャップも全部今一つのデータになってですね、でさっきの一体化の中に入れて、でポリゴン化するとさっきキャップなんかで分かれていた部分が全部一つのものになりましたので、もう一度今の作業をちょっと繰り返してやってみます。ちょっと戻りますね。今この中だと、JPN ロゴに中に、丸みとあとキャップっていうデータで全部一つ一つデータが分かれているんですね。でこのままで分解してもいいんですけれど、一つのデータにちょっとまとめて今回は
編集をしたいなと思いますので、なのでこの中のデータ一体化という中にポリゴンデータを入れていただいて、ここでキーボード C キーを押すと全部が一つのデータに一体化されるようになります。ではこのポリゴンを使ってさらにアニメーション付けの編集をしていこうと思います。プラグインからこちらですね、これフリーの Nitro4D というプラグインになるんですけれど、 Nitro4D さんから提供しているオブジェクトを分解するプラグインになります。これはブログにリンクを貼りますので、そこからフリーです。なのでダウンロードして使ってみてください。でここは分割数を入れるようになります。で10ぐらいの分割いいので、今回はここで10でブレイクダウンします。で必ずポリゴンを選択した状態で押してください。そうすると自動分割してくれます。はい、これで自動的な分割が終わりました。でそうするとポリゴンがですね4つの部品に今分解されてますので、なのでこれの一番上に全てをまとめるようにします。一つのデータにまとめてください。で中身がなくなったものは除去してもらって、はい、の形ですね。一つのデータです。で今回ダイナミクスオブジェクトは使わないので、これはデリートで消去します。でエフェクトを適用させたいので、ここの×になっている部分はチェックしてください。で一旦これでレンダリング見てみます。はい、でこれで分割されたデータが出来上がりましたが、ちょっと分割線がちょっと見えてしまうっていうところもあるんですが、これはまあ多分 Nitro4D のこのプラグインのちょっとバグみたいなものなのかわからないんですけど、形状が複雑であればちょっと分割線がはっきり見えたりとかで、あとマテリアの設定が少し悪かったりすると、そういうのは結構目立ってきますので、なんでそこはちょっと注意してみてください。はい、ではこれにアニメーション付けしていきます。モーグラフの部分からエフェクターでまずカニを選んでください。でそうして今こうポッと上に上がったと思うんですけれども、ちょっとカメラ外してみてますね。カニが今この部分にあります。でスケールだったりとか、いろいろと選ぶんですが、今回は最初からデフォルトでは1の方が適用されていますね。で、部分部分一部に、アニメーションを適用していきたいので、今回はこれで原因の中にある線形というのを選びます。はい、でこれをですね、まず線形がこちら側に適用されているので、ローテーションで オブジェクトの大体真ん中あたりに来るような感じで、こっちの方がやりやすいので真ん中あたりに来るような形で位置を補正していきます。こんな形ですね。はい、で、先ほどの簡易を押していただいて、でこの部分エフェクターパラメータですね。で位置を選ぶと、はい、一つ一つバラバラになったものが一個一個選ばれてアニメーションできるようになりますので、今回は上から降っていくようにしたいので、楽ですね。こんな感じで上からバラバラと降ってきたものが移動してくるような形のアニメーションにしたいと思ってます。はい、では下にもうちょっと適用させます。200ぐらいにします。そうするともっと上の部分から降ってくるようになりますので、はい、で今この状態、上にある状態だとオブジェクトが全部1分の1の大きさで表示されていると思うんですが、これを0にして消したいんですね。なのでスケールのところで均等スケールでマイナス1にしてください。そうすると消えたと思います。で徐々に適用してくると降ってきて、なくなっていたものが降ってきて表示されるようになります。でこのスケールのマイナス1っていうんですが、0っていうのが何も適用しないということです。マイナス1っていうのがオブジェクトを0にするっていう意味になるので、普通で考えるとまあ0が1でマイナス1がオブジェクトを0にする、まあ、なんかちょっと考え方としては
分かりづらいかもしれないんですが、これはまあ慣れでなんとか理解してください。はい、でこれで最初の回の出現するというアニメーションはこれで完成させます。で次に JPN のロゴをバラバラにしたいので、もう一度このオブジェクトを選んだ状態でモグラフエフェクターのところからランダムを選んでください。でそうするとものがバラバラになると思います。でバラバラになったところを修正するのはこのエフェクターの強度っていうところで修正するんですが、Z 値で今回は移動制御したいなと思いますので、 Z を50の状態で、あと他は0にしてください。でベクター強度を加えていきますと前後に移動したと思います。失礼しました。こんな形ですね。でちょっとカメラ見ながらこれで大丈夫かどうか見てください。でこのシードっていう部分でランダムの度合いが選べますので、まあ程よい気持ちいいところ、まあ、こんなところにしますかね。このぐらいで、それで気持ちいい、まあ、部分のランダムのところを選んでもらえばいいと思います。ちょっとレンダリングして確認します。こんなとこですね。で影の部分っていうのはまあそれなりにきれいにレンダリングできているのでこれで良しとします。では強度 100% にした状態で、アニメーションをつけていきます。まず上から降ってきてっていうところのアニメートをしたいので、このぐらい出現してないぐらいの位置にしてもらって、簡易座標のところですね。で今回は Y しかアニメーションしないので、キーフレームを打っていきます。0の部分でコマンドを押しながら Y の部分、ここですね、ここをコマンドをしながら押します。そうするとここに今キーフレームが打てているような形ですね。でここから上の方にグッと持っていくのは大体180フレームぐらいのところで、違うな、150フレームぐらいのところで、それなりに合うようなギリギリの一歩手前ぐらいのところで押します。で残りの余韻の部分を、250フレームのところでもう一度上げてって押します。で今何したかっていうと、最後はゆっくり上がっていってほしかったので、なのでそういうようなキーフレームの打ち方をしました。最初バッと重なって、で最後ゆっくり合うというようなアニメーションです。ちょっと最初から見てみましょう。物が降ってきて、で最後はゆっくりと余韻を残しながらやってきます。で240フレームあたりからですね、ここから最終的に1個の完璧なロゴになるためにベクターの強度の部分でアニメーションしていきます。コマンドしながら 100% のところでアニメーションでキーフレームを打っていきます。で最後300フレームのところで0にしてコマンドしながらキーフレームを打ちます。そうすると上から物が降ってきて余韻を残しながらなって、いっぺんに一つの構築になるというようなアニメーションができていると思います。ちょっと最後重なるところが遅そうに感じるんですけれども、まあ大体こんなところでもいいと思います。でこれで一通りアニメーションができましたので、これで完成です。では最終的な書き出しの設定をしていきます。レンダリングの部分で、アンチエリアスで物をノイズとかっていうのを細かくしたりとかっていう設定もできるんですけど、今回ちょっとそのままで軽くしたいのでそのまま書き出したいと思います。で書き出す前にまずやらなきゃいけない作業があります。今、レンダリングすると向こう側の方にですね、ここですね、ここから見えてくると思うんですけど、背景が今カメラからレンダリングすると見えちゃってる状態なんですね。なんで空の部分でコンポジットタグを選んでもらって、カメラから見えるのチェックボタンを外します。そうすることで、背景がなくなったと思うんですけれど、この JPN 自体は背景をそのまま継承した状態、この
空ですねを継承した状態でレンダリングされるので、なのでここら辺にちょっと背景の反射があったりとかっていう影響を受けているのが分かると思います。はい、でこれで出力していきますので、幅は 1280×720、 これは必ず守ってください。でこれは16対9で必ずレンダリングをします。この数字が16対9の HDTV のレンダリングの画角です。でレンダリングするのは全てのフレームです。この設定はこのままデフォルトでいきます。今回は特に変えるところがないので、で保存のところです。保存する場所、TIFF の PSD レイヤーにします。でこの8ビットは変えないで、で必ずアルファチャンネルチェック入れてください。で保存するところはチュートリアル3のところに新規フォルダを作りまして、で新規フォルダの名前をアニメーションにしたいんですが、 CPN の、の EMM データですねというふうなフォルダを新規フォルダで作ります。でこの部分の名前が CPN ロゴという名前にして、はい、でこれで保存するパスができましたの で、 でこれで最終レンダリングをしていきます。最終レンダリングここです。このボタンを押すと最終レンダリングが始まります。はい、でここからはもうしばらく放置になりますので、次はレンダリングが終わってからアフターエフェクトでの作業をご紹介しようと思いますので、よろしくお願いいたします。ではここで終了します。